こんにちは、 F スターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。で今回ですね、ワンピース、全話見てまいりましたんで、こちらのレビューしていこうと思います。まあ、最初に言っとくと、僕はね、ワンピースね、あの小学生の頃にアニメ見てたかなぐらいの感じです。はい、なんで20年ぐらいね、もうワンピース離れてるんで全然覚えてないし、チョッパーが仲間になったぐらいまでの記憶しかないですね。メンツは覚えてるけど話は全然覚えてないっていうか、メンツも覚えてない人いるしっていう感じの、なんで、まあ、バイアスゼロの状態で見ましたというところですね。で字幕でね全編見ましたという感じですね。はい、結論から先に言いますと、原作ファンじゃなくても全然楽しめます。まあ、とりあえずね3話ぐらいまで見てほしいなと思いますね。1話がちょっとね、なんか結構詰めが甘くてあれなんですけど、3話ぐらいまで見たら結構いろいろ楽しめると思うんで、それでなんかダメだなと思ったら、まあもうそこまで頑張らなくてもいいと思うんですけど、とりあえず3話まで見てほしいなっていうところですね。で、まあなんでしょう、まあ、全体的にねかなりアニメというか漫画というか、そっちをねだいぶリスペクトしてるというか、かなり意識してるなという感じですね。まあいいとこもあるけど、まあ、良くないところもあるなというところですね。はい、そこが、うん、そっちにかなり引っ張られてるなというところでございました。まあそんなところですね。なんでまあここからね1話ずつレビューしていきますんで、ドラマ見て、でこっちのレビューもね見進めてもらえたら嬉しいかなと思いますね。まあ全部見た人はもうこれバーッと全部見ちゃってもらっても全然いいと思いますね。はい、で僕ワンピースわかんないところねかなり多いんで、かなりというかほぼわかってないんで、なんかね補足でね、ここのシーンはこういう意味だよみたいな、そういうなんか豆知識とかなんか教えてもらえたら、コメントでねいただけたらありがたいなと思いますね。はい、それじゃあやっていきましょう。じゃあ第1話ですね。コビーも出てきましてね。で、そんで最初にね、もうルフィのね、ゴムゴムのピストルも出てきたりして。で、まあ、その最初のね、その技、ゴムゴムのピストルが出るくだりも、まあ、なんでしょう。まあ、この辺でね、結構、そっちなんだっていうか、かなりアニメとか原作漫画というか、そっちに、寄せてくタイプのドラマなんだっていう感じがねかなりありましたね。まあ予告から出てましたけどね。はい、そういうところがあって、あ、そっちで行くのかというね、そっちのスタイルで行くと結構一抹の不安というか、コスプレしてるだけになりかねないんですけど、今回はまあなんでしょうね、僕は2、3話ぐらいまでは結構違和感あったかなというところですね。はい、まあ最初は結構面食らって、これ大丈夫かなっていうねちょっと不安があったりしましたね。まあ技も行っちゃうんだっていうね、そのアニメとか漫画ならではのね、なんでしょう、表現ですからね、そこをね実写でやるんだっていうなんか思い切りの良さは感じましたね。なんだろう、全体的な、まあ、セットとかもそうなんですけど、まあ、若干のチープさは感じると。はい、それはやっぱね、まあ、そもそも実写化するのがかなり難しいと思うんで、その世界観作るのに既存のロケーションじゃできない部分が相当ありますからね。なんでそのもう全編ほぼ全編セットで行かなきゃいけないみたいなところがあるんで、その予算との兼ね合いもあってかなり難しいんだろうなという気はしましたね。はい、やっぱそのさっきも言いましたけど、漫画っぽい構図だったりカット割りですね、そこが結構多かったなというところですね。まあ目の寄り、まあ1話に関しては目の寄りがむちゃくちゃ多いんですけど、目の寄りだったり、まああとは社会深度というか周りのボケ感ですね、それをかなり、強調して、漫画っぽい、アングルみたいにしてたのがあったのと、あと広角ですね、寄るとね結構パース感みたいなものが結構歪んで、見えるレンズでして、でそういうのを使ってね結構その人間の目では見えないねその空間の歪み方みたいなものを見せて漫画っぽくしている絵が結構あったなという印象でございましたね。はい、あ、これはなんかうまいことをやろうとしてるなというか、まあ漫画にねなんとか頑張ってこの予算の中で寄せようとしてる感じ、まあセットとか CG とかじゃなくて撮り方で、漫画っぽさを出そうとしてる感じがありましたね。はい、まあ、ここは面白いというかいい、うん、頭ひねった努力だったなと思います。はい、ここは良かったですね。で、まあキャストで言うと、ゾロとねナミも出てきますけど、まずルフィね、ルフィがねいやめちゃめちゃハマってると思いますね。僕はある種狂人じゃないですかルフィって、そういうところをギリギリこの人間味があるような感じに落とし込んでる、
人を選んできたなと思いましたね。いいキャラクターだったと思うし、ハマってたなと思います。あとゾロ、マッケンユーですね。マッケンユーもね、良かったっすね。僕、かなり良くないと思いましたね。マッケンユーの演技あんま見たことないけど、かなりハマってるんじゃないかなと思いますね。ちゃんと動ける人だし、まあちゃんと英語も喋れるから、その監督とのコミュニケーションも飛んでるだろうし、まあ透かしてるっていうか、なんだろうね、その一匹狼感みたいなところですね。あそこも、なんだ、その不愛想な感じと合ってて良かったんじゃないかなと思いますね。海軍基地の広場のアクションシーンですね。まあここはまあ良かったんじゃないかなっていうか、まあそのキャラ付けがしっかりされてたと思いますね。やっぱそのゾロはチャンバラでしっかり見せる、でルフィは、アクロバティックなアクションというか、まあパルクールっていうか、その何、体軽い系のアクションの、ね、人の感じですね。あそこがまあだ、そのキャラ付けができてたから良かったかなとは思いますね。ただそのやっぱね、アクションのまあ若干ゆるいっていうか、なんだろうね、そのスピードが遅いというか、なんかもっさりしてるというか、なんか多分カットと編集の問題もあると思うんですけど、組手感というか、それがかなり見えるなというところがちょっとありましたね。はい。あとゾロのね、三刀流が出てくるんですけど、これがねめちゃめちゃかっこよかったですね。これ普通に鳥肌立ったなって感じ。まあ僕のゾロのイメージとしては終始三刀流のイメージだったんですけど、もうほんと要所要所っていうか、めっちゃいいとこでだけ三刀流を出すっていう、改変なのかな、されてて、必殺技的なねノリがあってね、僕は良かったと思いますね。めちゃめちゃ上がりましたね。でこっからちょっと気になったところを言ってこうと思うんですけど、やっぱセリフ回しかな、気になったのは。まずほんと漫画原作なんでしょうがないんですけど、どうしても説明セリフがね多くなってしまうというところですね。なんか俺はこうするんだみたいな、こう思ってるんだみたいな、いうのがかなり多かったなというところですね。まあほんとしょうがないとは思うんだけど、まあ映像化するにあたってもうちょっとその辺をうまく、してほしかったなというのはありましたね。はい。場面が止まっちゃうっていうのが、まあちょいちょいあったなっていうところですね。まあこれは結構前編に通しても言えることだったなと思いますね。あと、ずっと気になってんのは音楽なんですよね、僕としては。音楽がやっぱなんか、軽妙すぎるのかな。なんか、これもアニメを意識しすぎてる気がするんですよね、音楽も。アニメだったら全然浮かないというか、ハマるんですけど、実写でやるとこれはハマんないなっていうか、乗り切れないというか、ぶっちゃけかっこいいなと思った曲が一曲もなくて、BGM でね。それが厳しいかなというところですね。音楽が良くなればもっといい作品になりそうだなっていうのは終始思ってましたね。あと、なんかほんと1話だけなんですけど、この第1話だけなんですけど、爪が甘いというか、まあこれはまあしょうがないと思うんだけど、ゾロがね、前転するときに刀がグニャってなってたり、まあそれはね、それはルロケンとかでもたまにあるっちゃあるんで、まあしょうがないかなっていうところなんですけど、ヘルメッポが、縛り付けられてるゾロのとこに行くシーンがあるんですけど、そこで履いてる靴が完全にプーマなんですよね。ちゃんと画面見といてっていうところがありましたね。はい。そう、だから1話だけですね、ほんと。なんか他の2話以降はなんか全然気になるとこなかったんですけど、その1話だけ何箇所か、あれどうしたっていうのがあったなっていうところですね。これはね、ハリーポッターとかでもね、なんかそういうことあるから、まあヒューマンエラーだからしょうがないのはしょうがないんですけど、怒られちゃうんだろうなっていう、スタッフさん怒られるんだろうなっていうのはすごい感じましたね。はい。まあ第1話はそういうところですね。はい。まだ面食らってますっていう感じでした。はい。第2話バギーが出てくるんですけども、お、バギー来たかと、バギーは知ってるよと思ってね。あとはロゴですね。ロゴ2話でロゴが変わりまして、オープニングのね、あ、これ毎回変わるんだと思って、あ、こういうのは面白いねっていう感じでしたね。なんか細かいこういうところはね気が利いてるんですよね。あと衣装ですね。衣装も毎回変わって、なんか見覚えある衣装で、あ、これもなんかいろんなところのやつね見せてくれるんだと思ってね、そこも面白いポイントだったなというか、なんかそういうね細かいところ、多分事前で決まってたであろう細かいところはね、かなり手が込んでたなというところでございますね。バギーの造形がね、完全にジョーカーで、キャラクターもジョーカー味があってね、これはまた、まあそうするよねっていう
感じでしたね。1話でコビーと別れたんですけども、コビーの話もねこっからやってくんだっていう、ね、感じで、ちょいちょいコビーのシーンが入ってくるっていうところですね。はい、これもまあドラマらしいね、アニメ漫画とは違うねドラマらしい構成になってたなと思います。アニメだとねこう一個一個全部がっつりやって展開していくと思うんですけど、まあ、海外ドラマって結構ね1話の中にいろんな視点が小出しになったり、してて、海外ドラマ仕様にちゃんと脚本で改編されてたなと思います。ここはね、まあ正当なうまい、うん、ここはいい、ね、改編だったと思いますね。あと1話から続いてたけどルフィの回想シーンですね、これもね小出しにしながら2話に分けて出していくという感じで、これもさっきと同じように海外ドラマらしいね改編になってたなと思います。これはねいい改編ですね。だし、うん、ちゃんとしっかり感情移入できるように、なってたなと思いますね。うん、ジョーカーじゃねえや、バギーね、バギーが完全になんでしょう、スプラッター演出というかスプラッターホラーみたいなね演出されてて、実写に落とし込むのにこうホラー寄りにしてるっていうのが面白いところだなと思ったりしましたね。あとそのバギーがさ、このガチャガチャってこう分解、自分で分解してで攻撃して、その後こうガチャガチャってこう合体するっていうのが結構なんでしょう、戦隊もののなんか合体ロボみたいな感じでね、僕としてはねかなりテンション上がりましたね。かっけえなと思って、怖いよりかっこいいが勝つっていうねところでしたね。でルフィがなんか水槽にね閉じ込められて、でその昔の回想シーンのね海に溺れるところとねカットバックして見せていくんですけど、ここはねうまかったなと思ったりしましたね。ちゃんと映像的なね見せ方として、成立してたんじゃないかなと思いましたね。ここはいいですね。バギー倒しまして、倒すというか閉じ込めまして、無事改造をね取り戻しまして、次の島へ向かっていくという感じで、で回想シーンもねここで超名台詞ね、お前にこの帽子を預けるっていうねシーンがありましてね、はい、まあさすがに泣くわなっていう感じでしたね。ここはねもういいでしょうというところでした。実写にしてもうんちゃんとね抱けるシーンになってましたね。はい、で3話ですね、ウソップ出てきましたね。ウソップ似すぎじゃないウソップすごくない、びっくりしたんですけどちょっとまんますぎてちょっとびっくりしてますね。いやすごいすごい、本当によく見つけてきたなっていう感じですね。ちょっと素晴らしかったです。3話は結構ウソップの回想とキャプテンクロ、あとカヤ、この3人の関係を見せるのに1話使ったなという感じで、それまでね1話完結でやってきたのをここからねこの辺りから2話完結ぐらいになっていくという感じでしたね。はい、キャプテンクロの、まあ、表現してねホラーになっていくところがあるんですけど、そこもねまたホラーでいくんだなという感じ、結構だから悪役基本的にホラー描写的な感じで見せていくのかなっていうところがありましたね。屋敷だったからその結構ゴシックホラー的なね古典的な、ホラーの見せ方っぽいところがねちょいちょいあったりして、あそっちがやりたいんだなっていうのが見えましたね。それで言うとバギーはねジョーカーとか、あとはまあ強いて言うならイットとか、まあそういうのがやりたいのかなーっていう気がしましたね。なんとなくこの辺から制作陣のやりたい方向性みたいなものが、ちょくちょく見えてきたなというところでございますね。あと3話にしてやっとこの世界観というかこの、キャラクターの見た目というかその辺に見慣れてきて、やっとこの辺からね、個人的に乗れるようになってきました。結構なんか普通に話というか映像を楽しめるようになってきたなというところですね。コビーまた合流してくるのめちゃめちゃ熱いなって感じでしたね。はい、ちゃんとそのためにこう別の視点でこう走らせてたんだなっていうのが見えましたね。あとどうでもいいんですけど、カヤの部屋がめちゃめちゃチャラくて照明がすげえチャラいんですよね。なんか蛍光紫のライティングがこう屋根の上にこうなってたり、屋根っていうか天井にこうなってたりね、病弱な人にしてはチャラい部屋だなと思ったりしましたね。まあどうでもいいんですけど、はい、で4話です。4話もウソップの続きで、キャプテンクロとの対決になっていくというところですね。ゾロの回想というかゾロのバックボーンもここで描かれていくという感じでございましたね。その前の1話2話でね、ルフィがねかなり手厚くね、手厚くっていうか、まあそれは主人公だから手厚いんですけど、しっかりねバックボーン描いてたんですけど、ゾロがなんか結構あっさりしてたなっていうのがありましたね。クイナとのその友情みたいな、なんかそういったものが若干見えて、でもう次のカットというか次のシーンになってると、先生がクイナが亡くなったって伝えるだけで終わっちゃってるというか、それだけでなんか
クイーナの死をこう処理してる感じがなんか結構あっさりしてるなーというところでしたね。まあその後葬儀もあるけど、葬儀もそんなになーという感じで、麦わらの一味の5人の中で、一番バックボーンがあっさり描かれてたなっていう印象がありますね。はい、その真剣佑のゾロがいい分ね、なんかそのなんかもったいないなっていうのがかなり感じましたね。はい、ここでねゾロのねチャンバラもあるんですけど、やっぱチャンバラはねめちゃめちゃいいっすね。はい、めちゃめちゃやっぱねかっこいいっす。普通に1話であったそのちょっとぬるいなと思ったところも、なんか3話このアクションはねめちゃめちゃ良くなってたっすね。で、キャプテンクロとルフィのバトルですね。ここもその1話であった基地はね、もう真っさらな砂漠みたいな感じの場所だったんで、そんなねアクロバティックなことねできなかったんですけど、今回は家のなんか物置みたいなところだったかな。はい、なんで段差というかいろんな壁とかね、その物とかを利用したアクションになってて、これは面白かったです。よりパルクール的なねアクションになってましたね。なんとかキャプテンクロー倒しまして、で、ゴーイングメリーゴもねここでゲットして、出航していくという感じで、でここで流れるウィーアーっていうね、ウィーアー流れるのね熱いね。さすがにウィーアーでアニメ見てた世代なんでね、やっぱねここはねさすがに上がりましたね。このシリーズ1の中で唯一良かった音楽が We Are でしたね、やっぱ。うん。めちゃめちゃ良かったですね。第5話でバラティエですね。サンジが出てきますと。もうやっとサンジ来たなという感じで。いや、サンジね、僕好きだったんですよ。はい、当時ね。足で、もう足しか使わないっていうね、その縛り。はい。あれがかっこよくてね、好きだったんですけど、バラティエでの料理シーンが入るんですけど、ここもね、また撮り方をちょっと変えてて、その海外の洒落た料理番組みたいな撮り方になってましたね。真上から撮ったり、あとは真横から撮ったり、うまそうでありながらもかっこよく撮るっていうねやり方で撮ってましたね。シェフね、あれをちょっと思い出してね、あーかっこいいじゃん普通にと思って、ここは良かったですね。で、サンジがねフロアに出まして、でそこで、ちょっと軽くアクションがあるんですけど、そこが良かったな。かなり客をねあしらうのに蹴りをかますんですけど、ここもねかなり軽快、まあ、ここの取り方はかなりうまかったなという印象でございましたね。うん、あ、そうだ、完全に言い忘れてたんですけど、あの手配書ですね。手配書がシャーンって来てジャッて切って登場していくみたいな感じね。あそこはめちゃめちゃうまいなと思いましたね。アニメっぽいし、ちゃんとその世界観というか実写の今回の作品に落とし込めてるし、あとその名前とね金額で強さも見せれるっていうので、かなり分かりやすいし超良かったんじゃないかなと思いますね。さらにここドンクリーク出てくるんですけど、他のやつらはねこう切ったりなんか吹っ飛ばしたりしてやってたんですけど、ドンクリークはねこうクシャクシャってして持っちゃうっていうね、あここもあなんか一線越えたわって感じがあって、あここは面白い演出だったと思いますね。ここだけだったな、なんかドンクリークだけそうだったんですけど、いや良かったですねこれ。あと、まあ、ゾロとナミか、ゾロとナミのあのねなんかずっと飲み明かすみたいなで、あの真実ゲームみたいなやつねやってましたけど、真実ゲームっていうのがね海外ドラマ前としてて良かったし、このその仲間としてねこう絆をこう信頼をね深めるのにかなりいいシーンになってたなと思いますね。はい、あれかミホーク来て決闘があるのか、決闘ありましたね、ゾロとミホークの決闘と。ここもね良かったっすね。てかやっぱねチャンバラが多いんですよね。ルフィのアクションよりゾロのアクションの方が多いんですよね多分。チャンバラが見せやすいから結構入ってると思うんですけど、たまにあれって思う時はあるんですけど、かっこいい時はめちゃめちゃかっこいいんですよね。よく撮れてるなーっていう思う時がちょいちょいありますね普通に。うん、でここの決闘もかなり熱かったっすね。ちゃんとゾロがこうなって切られるシーンとかもねかっこよかったしね、うん、劇的な絵作りになっててね良かったと思いますね。という感じで、ね、僕はね5話が好きなんですよね。登場人物の感情移入だったり、そのサンジとあの料理長ね、はい、名前忘れたけど料理長とのあのなんかやり合い、その仲悪いんだけどその信頼はしてるみたいな、そのやり合いもその軽口の叩き合いというか悪口を言い合う感じもなんか良かったし、あとナミとゾロのその信頼を深めていくシーンも良かったなと思いますね。と言って、まあ、少ないながらも、ミホークとゾロの決闘シーンもあってね、ここかなりぎゅうぎゅうにパンパンにいろいろ詰まってて、好きな話の回でしたね。良かったです。
で、6話ですね。今回はがっつりサンジの回になっていくというところでございます。はい。で、サンジのバックボーンが描かれていくと、こう、あんな壮絶だったんだ、サンジ。75日も生きてたのかっていうね。まあ、その、リアリティラインはね、結構その低いというか、かなり漫画寄りのね、リアリティラインなんで、まあその辺は、まあ、もうこの辺になってくると全く気にならないんで、全然いいんですけど。ゾロがね、結構瀕死みたいになっちゃってね、ルフィがかなり動揺するんですけど、僕のイメージにはない、結構等身大なルフィになってて、結構人間味あるなって感じがしてね、漫画だったら傍若無人なね、超人強人みたいな感じでいいと思うんですけど、まあそういう伝統あるしね、はい、なんですけど、やっぱ実写にするにあたってはね、やっぱこういかに感情移入できるかっていうか、愛されるキャラクターになるかっていうのはかなり重要だと思うんで、今回はね、そっちに振ってまして、それはいい判断だったなと思いますね。で、アーロンがねバラティエに来るんですけど、そのなんだろう、ここアーロンもバックボーン全然描いてないけど、結構バックボーン見えて、僕は好きでしたね。アーロン結構ギャングスターというかラッパーというかかなりヒップホップ精神が強いんですよね。人種問題というか、魚人としてね、結構蔑まれてきたというか、結構差別を受けてきたっていうのが、分かって、あ、そういう感じ、そういう設定なんだっていうか、あ、確かにもう完全に人種違うからね、見た目も違うし、その差別受けるだろうなっていうね、ところがあってね、しかもこの人種問題にもちょっと切り込んでるっていうところが実はあって、この作品その発言だけで本当にやりたくないことばっかりやらされて、本当にダーティーなこともやってきた、で、そして成り上がってここまで来たんだってのが見えて、めちゃめちゃいいんじゃないかなと。ギャングスターで好きなキャラクターですね。てか、なんならね、その時の BGM もトラップみたいなね、 BGM 流れてて、なんかそういうのがあってよかったんじゃないかなと思います。はい。ルフィとアーロンがね、ここで若干戦うんですけど、あ、結構地味だなぁと。もうなんかワイヤーアクションだけじゃもう満足できない体になっちゃってんだなぁってのを思いましたね。なんかもう CG バリバリじゃないと、バリバリで派手じゃないと結構満足できないんだなっていうのを思いましたね。僕はサンジのね、疑似親子関係ね、遭難のシーンか、あそこだけしかバックボーンは描かれなかったんですけど、今その場での会話のね、やりとりだったり、そういうのがあって、速攻で感情移入できるようになってましたね。はい。で、その後のクソお世話になりましたですよね。わあ、これはね、もうさすがに知ってるわと思って、名台詞すぎて泣くよねっていうところありましたね、やっぱ。はい。で、7話です。7話ナミですね。ナミの回になってきます。で、まあナミの回想シーンがあったりね。てか、ナミがね、今作一番ハードなんじゃないか、人生というかハードなバックボーンなんじゃないかなっていう気がしてますね。はい。その前の話だと、まあ僕的にはね、アーロンの成り上がりのかっこよさみたいなところが見えてたんですけど、今回はちょっと逆、裏側みたいな、そのアーロンが成り上がるのに、そのために犠牲になった人がこう出てきてるっていうね、アーロンの功罪みたいなものですね。そこを、逆の方向をしっかりフォーカスしてて、この表裏一体みたいなんですね。これ良かったと思いますね。あと、まあゾロとサンジのね、あの仲の悪い感じ、これもね、あ、なんか懐かしいなっていうところがあって、あと、まあ、魚人の造形ね、はい、もうギレルモデルトロなんじゃねえかってぐらいのこだわりっぷり。はい。なんか急にめちゃめちゃこだわってんな。特殊技術はなんかすごい一流の人がついてたんですかね。なんかすごいお金かかってる感じがかなりしましたね。かなりしっかり、魚人に見えましたね。ナミの回想シーンのヘルメールさんだっけ？アーロンに撃たれてね、死んじゃうんですけど、そこの前のね、なんかお別れのシーンみたいなのがね、完全に止まっちゃっててね、話が。アーロンそんなとこで待つぐらい意外と優しいんだな、みたいな。意外と人情深い人だな、みたいなね。ところがあって、なんか、まあこういう感じでね、ちょいちょい止まるシーンがやっぱあるんですよね。まあこの調子で行くんだろうな、っていうところでございますね。まあはい。まあそれももう受け入れてみる。っていうのが一番正しい見方なのかなというところですね。で、まあここまでね、ガープがね、ずっとルフィを追ってるっていうのが、あるんですけど、まず孫だと、なんかバラティエの料理長の人との対話シーンで、そのやっとガープがなんで止めたいのかっていうのがちょっと見えてくるっていうか、孫だから危ないことさせたくないっていうのはね、もちろんあるし、まあもともと海兵に入れたいっていうのがあるし、あとはそのゴールドロジャーに似てるっていうところですね。まあここがでかいんじゃないかなと。ゴールドロジャーに似てるってことは、行くとこまで行っちゃって結果処刑される最後で、その処刑を自分がしたくないっていうね、
ところがあったのかなと思いましたね。まあ本当ナミについては本当に何でしょう、両親もいなくて、で唯一あの疑似家族的な感じでお母さんの役をやってくれたヘルメールさんですね、この人が目の前で殺されてしまうというところで、もうマジでハードだなという感じ。もうその最後の方のね、ナミの助けてっていうあのセリフでまた泣くなっていうまた泣いちゃうよっていう感じでしたね。熱いですね、やっぱね。この回はマジでフラストレーションを溜める回というか、まあ、シーズンのねラストに向けてこう溜めを作る回になってたなという感じですね。でここも次の8話で最後全部ぶっ放して終わるみたいな感じで作っている構成でしたね。で8話です。はい、ここやし村がなぜかあのめちゃめちゃ炎上してるんですけど、なんで罰則受けたんだろう。お金を納めてたから別に罰則受ける必要はないんですよね。ナミが金貯めたから燃やしたっていう、結構かなり謎な理論で、でここ結構納得未だにできてないんですけど、どういうことなんですかね。ちょっとここがあんまよく分かんなくて、なんか原作で補足があったりするんですかね、どういうことなんでしょうね。でまあアーロンパークがねあったりするんですけど、7話で出てきた夜のアーロンパークですね、ここは結構ごまかせてたというか、結構しっかりセットできてんなって感じだったんですけど、昼間のアーロンパークは結構すげえなって感じでしたねまあしょうがないんだけどね、ちょっとセットしょぼいなと思ったりしましたけど、魚人の造形がいいからいいかって感じでしたね。はい、アーロン戦に入っていきますね。でアーロン戦もまあなんでしょうね、戦う前がまた止まっちゃうんですよね。その見切り合いみたいな感じがあって、そのセリフの応酬みたいな感じでね、止まっちゃうのと、あとナミがずっと後ろにいるのもなんかちょっと気になるなっていう、危なくねえかっていうね。まあ後々逃げるんですけど、まあほんと細かいとこ言い出したらマジキリない作品なんだけど、まあ話がちょっと止まっちゃうなっていうのはさすがに思いましたね。でまああとは何でしょうね、順繰りに見せていくというか、サンジゾロの戦いと、あとウソップのね、なんか森の中での戦いとアーロンの戦いっていうね、この3場面で見せていくというね、海外ドラマというか映画っぽい感じの見せ方になってて良かったんですけど、そこは楽しめて見れましたね。なんですけど、そのまあ最後ねアーロン倒してね、城が崩れてくるんですけど、おおなんか結構派手になってきたなと思って、おお やっぱ派手にできるじゃんと思ってね見てたんですけど、その後の崩れてく様をね麦わら海賊団の人たちが見てるんですけど、なんかもっとあったんじゃないかなっていうか、これじゃない感がすごく強くて、まあ、CG とその実写を一緒の世界観にあるっていうのを見せたくてこうカットバックさせてると思うんですけど、人物の方の絵のシーンがやっぱそこにないものを見てる感がすごく強くて、あっちの方見といてくださいみたいな感じで見させられてるというかなんかその裏側が透けて見えすぎちゃってるのがあんま良くなかったなと思いましたね。崩れた後も見てるだけなんですよ、そのメンバーが、いや助けに行けよっていうね、見てるだけなんだっていうのがなんか意外と薄情だなこの人たちみたいな思っちゃったりしましたね。ここは単純に編集が、あんまうまくいってないなっていうだけだと思うんですけど、なんでしょうね、まあ無理やり編集でなんとかしようとしたみたいなところが結構透けちゃったなという感じでございますね。はい、高野菜打ち上げみたいになって、でサンジがね料理をいっぱい振る舞ってるんですけど、料理本出しなよみたいな言われるんですけど、いやそういやサンジ料理本出してたなと思って、僕ビレ版で働いてた時に結構あの本結構売ってたなっていうのを思い出して、そこカバーするんだみたいな感じがありましたね。でその後ゾロが来てね、ゾロとのその煽り合いみたいな、軽口の叩き合いみたいなところも、前にあったとこよりはなんかちょっと信頼感が生まれてるところがちょっと見えたなと思って、ここはうまかったんじゃないかなと思います。でまあガープがねその後やってきまして、ガープってあんなに市場挟む人なんですかちょっとすごくないはい、あんなに大丈夫かちょっと私物化しすぎてないかっていうのはねかなり感じたんですけど、まあそこでねなんかガープに捕まってルフィが笑うんですけど、なんかさっきまでと笑い方ちょっと違くない、ルフィっていうのをどうしても感じちゃいましたけどね。無理やりゴールドロジャーに寄せてないかっていうのをちょっと感じましたけどね。まあいいかっていうところです。コビーとヘルメットかな、あヘルメットじゃねえや、ヘルメッポか、はい、がガープからね直接指導を受けるみたいな感じになってね、もうヘルメッポむちゃくちゃ成長してるじゃんっていうね、超成長しててね、うわ、いやすげえいいキャラクターになったなっていう、
最初のあのカマセイヌみたいな役からね、信念を持つようになったんだなっていうねところが、熱いキャラクターじゃんと思ってね、よかったですね。進水式かな、はい、進水式のところでみんな一人ずつね夢を語ってくるんですけど、そこで一瞬だけ一カットだけ幼少の頃のカットが入る。これがね、いやこれはその今までこのシーズン全部通して一応じっくりこう回想というか感情移入できるようにこう回想シーン入れてたんで、やっぱここでね、まあまたここでワンカット入るっていうのはかなり、うん、うまい、美味しい使い方だったなと。で、最後、ウィーアーが流れて終わると。いや、最後のね、幕引きはかなり良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、気になるところはね、むちゃくちゃあるんですけど。なんですけど、なんか、不思議な魅力があるなというところですね。はい。普通に楽しめました。というか、世界観ですね。これを受け入れられたぐらいから、結構楽しくなってくるなというのが、シーズン1の印象ですね。はい。原作ファンじゃなくてもね、全然楽しめたなというところですね。まあそこがちょっと怖かったんですけど、最後にも言うけど、音楽がやっぱ気になっちゃうのと、あと、編集がね、うまくいってないところがちょいちょいあるなっていうのが、いや、これはなーっていう感じですね。うん。ここはまあ、なんとかしてほしいな。はい。ここは多分、これがね、シーズン1が売れたらね、予算増えるだろうから、そこからね、頑張ってもらってっていう感じです。てか、チョッパーどうするんですか、これ。制作陣、そっちで頭いっぱいなんじゃないかな。かなり難しいと思うんだけど。どうするんでしょうね。はい。まあ、楽しみに待ちましょうか。まあ、そんな感じで、皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それじゃあまた。